日曜日に2014年のライブ視聴しましたけど、それでね、ウィキペディアを読みながらね、来歴のところ見て、この頃何やったかなって思い出してたんですけども、このウィキペディアの記述間違ってますよね。これに言うと、1月22日にラブパレードのシングルが発売になって、同じ日からライブツアーが始まってて、で5月になって刑事上流星のシングルが出て、6月に、ツアーの中盤を超えてから、あるいはな日が発売されたような記述になってしまってるんだけども、これ多分ライブツアーの開始の日って間違ってるんで、なんかこれ読んだ人が誤解するかなとちょっと思いました。でこれ読んでるとね、2014年って、その後、2015年とかね、ルナティックフェスに出たり、今井さんはシャフトを再始動したり、桜井敦史さんはバンドとしてザ・モータルをやったりと、なかなかこの辺は精力的に活動してた時期ではあるんですけども、その辺でちょっと言いますと、ザ・モータルってすげえ良かったなっていうのと、だからこそ分かる爆竹の得意性ってあるよなっていう話を今日はしようと思ってるんですけど、最初に結論言っておきますけども、結論はないです。いや、強いて言えば結論はなんでなんだろうね、僕にもわからないやっていうのが結論なので、動画最後まで見た挙句腑に落ちる回答がなかったって言って、こうバットボタンを押さえて止まるので、最初から言っときますけど、結論とかはないです。ただの独り言です。桜井敦史さんのザ・モータルの活動が発表になった時っていうのは、割と心穏やかに迎え入れられたっていうかね、受け入れられたっていうかね、シュバインの時っていうのは、このまま桜井敦史さんと今井久志さんが海外で高く評価されて、このまま日本での活動ができないぐらい人気出ちゃうんじゃないかとか、こうバッチクの活動がうまくできなくなるんじゃないかっていうちょっと心配はあったんですけど、モータルの時はそういうこともなく、まあ、楽しみに純粋にしてたんですけども、で実際メンターも良くて、楽曲も素晴らしいもので、コンセプトもしっかりしてて、桜井さんがやりたかったものをやれたんだなって思いましたし、あのアルバムは非常にいいアルバムだと思ってるんですよ。桜井敦史というソロアーティストの経歴の中の一つとして、ザ・モータルがあったっていうのは非常にこういいなって、高く評価せざるを得ないぐらいのクオリティのものであると同時にですね、またやってほしいなって思うんですよ。でそうやって考えていくと、もう一回やってほしいっていうのが何回続くってふと疑問に思うんです。セカンドアルバムが出たらもちろん買いますし、サードアルバムが出てももちろん買うと思うんですけど、多分だけど3万円ぐらいまでいったら、もうお腹いっぱいです、もう十分ですって僕はなる気はするんですよね。まあ爆竹現在は星野秀彦さんと今井久志さんが2人で作曲してて、バラエティに富んだ楽曲を作ってる。モータルも同じようにというか、複数の方が作曲しててバラエティに富んだ楽曲を出してるので、そこら辺では差はないんですけど、なんでなのか、爆竹だったら次々にこう新しいアルバム枚数を重ねていくといいなって思うんですけど、モータルだったら、まあ、3枚ぐらいでもう十分かなってちょっと思っちゃうんですよね。で以前桜井さんはバンド活動ではなくてソロ活動としてボーカリストとしていろんな方から楽曲を提供されたものを歌うアルバムも出してますけど、それなんて本当にバラバラでしょ、いろんな曲歌って。じゃあ飽きが来ないのかっていうと、あの路線のアルバムもう1枚あったら、もういいかなだし、強いて言えば ああいう路線ではなくて、まあ今他のアーティストさんいろいろやられてますけども、昭和歌謡を桜井敦史さんがカバーするとか、それだったらまあ1枚ぐらいはあってもいいかなと、彼の桜井敦史さんの輝かしい経歴の中の1枚としてそういうのがあってもいいかなとは思うんですけど、その昭和歌謡のカバー曲集を例えば2枚3枚出すってなったら、いやーってなってくるんですよ。それに比べると爆竹さんはね、得意な存在というか、なんでなのかは分かんないんだけれども、何枚アルバムが増えても困ることがないっていうか、飽きることがないっていうか、どんどん出してほしいっていうかね、その辺の違いが出てくるんですね、僕の中では。それがどこの部分から発生してるのか分かんないんですけど、アルバムごとにもちろんコンセプトとかアルバムごとにカラーが変わって、まあ、毎回違う新鮮な気持ちで出会えるっていうのはあるんですけども、ただ単にこうバラエティに飛んでるだけだったら、それはそれで続かないんですよ多分。さっきのソロアルバムのことじゃないんですけど、バラエティに飛んでたから飽きが来ないっていうわけでもないので、
爆竹ならではのこう中毒性っていうのはどこに端を発してるのかっていうのは、これは多分永遠の謎なんですよね。